県立美術館に集まったのは、高知市の朝倉中央保育園と南国市のフレンド幼稚園の園児合わせて54人です。県は毎年子どもたちの健やかな成長を願い、知事と一緒に鯉のぼり上げを企画しています。まず子どもたちから浜田知事に手作りのレイと兜をプレゼント。知事さんに兜をかぶせてあげてください、はい、頑張って作りました。どうぞ。はい、ありがとうございます。立派な若武者姿になった知事は、鯉のぼりをあげる理由を子どもたちに話しました。鯉のぼりには皆さんが滝を登る鯉のように元気ですくすくと大きくなってほしい、そういう願いが込められています。そしてみんなで協力しながらあげていくと、大きな鯉のぼりがさつき晴れの空を悠々と泳ぎ始めました。どんな感じに泳いでる今？よそよそ。子どもの日にですね、子どもがすくすくと元気に育ってほしいと思いを込めて、一緒に鯉のぼりをあげました。本当に可愛いレイとですね、この兜と、去年も下の娘にずいぶん似合ってると言われましたけど、はい、本当嬉しいです。今年もお似合いですよ、はい、ありがとうございます。はい、成長を見守る鯉のぼりの下で、子どもたちに将来の夢を聞いてみました。警察、人とか守る、キュアスパイシー、スーパーアレンジャー、警察、悪い人捕まえる。いや、正義感が強い子が多くて、なんか頼もしいですよね。アリエル、プリンセスのラプンツェル。ラプンツェル、ラプンツェルになるためにどんな努力してますか？可愛くなりたい。何を考えてなかった大丈夫、これからゆっくり考えてね。この鯉のぼりは今月11日まで県立美術館で挙げられています。